はい、どうも皆さんおはようございます。今日は2019年9月の6日、13時16分です。よろしくお願いします。二日酔いでくたばってましたよ。二日酔いでお酒しこたま飲んで、昨日一昨日の夜にお酒たくさん飲んで、で今日くたばってましたね。すいません、楽しみにしてくれてた人申し訳ない。なんか甘いもん食べたい感じですか、お母さん。なんか糖分を欲してる感じですよ。買ってきましょうか、なんか。あ、いい、あるある。ある。うん。こんにちは。あれ、バカありがとね。
あれ今日は早上がり？エデン。珍しいね、この時間帯。お昼休憩かな？あ、そうなんだ。今日はワド監督今日は神様じゃない。知らんけどお疲れ、ありがとね。アイテム今から溜まった事務作業でもしよう。いいね、なんかまったりしながら事務作業いいと思うよ。もう配達終わったんだ。早っ、早っ。渡せた、手伝おうか。あ、いいよいいよ、大丈夫、うん。チョコレート？うん。まだかなって言ったからちょっと見てた。うん。あ、配達の？そうそうそう。状況？あ、外回りしてるんだ。うん。さすがに二日酔い明けの神様はいないな。二日酔い明けたね。いやー、お酒はダメだやっぱ。相当飲んだんだけど、やっぱお酒良くないね。あれは毒だね。ダメ。あの、1杯2杯とかならいいけど、適量だけど、ちょっとね、久々10代ぐらいの勢いで飲んだけど、死ぬよ、本当に。メガネどこだ？どこだ？ごめん。あ、そっち。ありがとう。あ、こんにちは。初見さんいらっしゃい。よいしょ。お酒はダメ。缶1本でも多いぐらいだよ。3% とか 4% のアルコール、ビール1本とかで十分だよ。お酒は。体が浄化されてフラットな状態だからよくわからない。あんな何杯も飲むもんじゃないね。みんなもお酒の飲みすぎは気をつけて。久々倒れたもんね。記憶飛んだもん。これ1万3000円ぐらいかな。素材はどんなもの？
チタンとか、あの医療用のステンレスとか、なんかチタンとかなんだよね。その埋め込む系のボディピアスはほとんどそうだと思う。その金属アレルギーが一番出にくいって言われてる医療用の金属を使ってるね。そのメーカーとか型番まだ分かんないんだけど、そもそも和道がそんなもの飲むの珍しいな。どこで飲んだ？千葉だね。千葉のガールズバーとかで飲んでたかな。居酒屋と、あと、まあ、串カツ屋の個室と、あと最後ガールズバー。で、カラオケで潰れたね。4軒目で潰れた。なんか、その、10代の頃、お世話になった先輩と同級生と飲んでたね。ファッション先駆けになる可能性ある？マイクロダーマルっていう。マイクロダーマルで検索すると出てくるかな？これは。ビンディ、まあ、おでこにピアス入れてる人なんか、目元とかここに入れる人は結構いるね。女の子で。かわいいよ。目元にピアス。おでこはあんま結構思いっきりがいるかもしんないよ。顔にタトゥー入れるのはやっぱ勇気いるよね。仕事とかつけなくなっちゃうから一般的な。場を楽しむと飲んじゃうような、場が飲むことを要求してくれもあるし、だからそういうね、なんかね、なんて言うんだっけ、そういう下流の場所っていうか水場っていうんだっけな、そういうところにはたまらないようにしなさいっていうのはね、結構そのまあずっと若い頃に教わったことがあるんだけど、まあ10年に1回とかあるかないかぐらい飲んだね、あんまり良くないんだよねそういう飲み方本当はね。まあでも勉強になるね。もうお腹下して昨日はずっとくたばってたね。とてもじゃないけど配信やる状況じゃなかったね。申し訳ない。猫マもたまには休んでもいいんじゃないって言ってくれて、休ませてもらったわ。ほどほどに。まあみんなわかってるよね。でもさ、お酒の怖いところって中毒になっていくから、多分毎日飲んだりしてるとわかんなくなってくるんだろうね、多分ね、その加減が、体が慣れてきちゃうっていうか、体がフラットな状態だとすごいわかるじゃん。早死にしちゃうよ、あんな。記憶飛ぶのが怖いよね。ちゃんと帰ってきたけど、
猫マン今日何時から起きてんだ？1回5時半ぐらいに起きて朝の、うん、おでまたなんかその後、うん、お風呂入ったりとかしたら、うん、8時半ぐらいかな、うん、うん、で今起きたんだ。それで、よく寝たわ。なんかリスナーさんからまあ朝一メール来たんだけど、まあまあなんかちょっとよくに遠回しなニュアンスだったけど、おそらくなんだけど、なんか雑談たぬきに自分の悪口が書かれたのを見たようなニュアンスのことを書いてあって、でなんかちょっとわかんないけど、遠回しのニュアンスだからわかんないんだけど、もう放送見るのやめる的なニュアンスの、まあよくあるパターンの話で、俺わかんないのがさ、雑談たぬきとか2チャンネルっていうものがさ、悪口を書かれてる場所だっていうのをみんな分かってるわけじゃん。多分それを分かってないっていうのはダメだと思うし、雑談たぬきはそもそもそういう場所だっていうのは分かるじゃん。で、悪口が書かれている場所になぜ自ら行って自らへこんで、それをなぜ俺に報告してくるのかがよく分からないんだよ。どういう心理なのかね、それってね。私の悪口、あと雑談たぬきに俺見てないのよ。俺はもうそのメンタルやられちゃうの分かってるから、ただ嫌な思いするだけだから見ないんだけど、一番よく分かんないのが、雑談たぬきに私の悪口書かれてたのはあなたのせいだっていうニュアンスの時があるのよこれってどう対処したらいいんだろうね。ひたすら許すしかないのかな。自分の悪口が書かれてると思わなかったけど、思わなかったんだろうね。でも書いたの俺ではないじゃん。で、雑談たぬきのサイトのオーナーでもないし、なんて答えてあげるのが正解なのかわかんないんだよね、うん、なんて言ったらその人は救われるんだろうな。何を求めて俺にそれを報告してくるのかがちょっとね、わからない部分があって、どうしてあげるとその彼女たちは喜ぶのかな。これ女の人に多いね。女の人に多い。生きろシンプルだね、答えはね。難しいよな。その、なんだろうな、こう自分の発言とかはさ責任持てるけどさ、そのここの放送もそうだし掲示板もそうだけど、俺は外の世界って呼んでるんだけど、外の世界で起こったことに関して俺に報告してくるタイプの人には、なんてこうどうしてあげるのが正解なのかなっていうのは思うな。何を求めてるのか具体的だったらさ、すごいいいんだけど、ふわっとしてるんだよね、ふわっと。でもその私の悪口が書かれてました、放送見るのやめますっていう結論が書かれていた時に、そうなんだ寂しいよしか言えないよねうん、そうなんだ寂しいなしか言えないよね。書かれてないって言ったら嘘になるし、なんなのかね、その心理が分かんないんだけど、なんて答えたらいいのか分かんないし、なんで掲示板見るのかも分かんないし、で書いたの俺じゃないし、そもそも俺の悪口がメインで書かれてる掲示板だから、どうしてあげればいいんだろうね。難しいね。
そうだよね。自分が離れることで和道さんがショックを受けると思って一応報告してるんだよ。ショックはショックでしょ。ただ結構そのでもん大人は俺のせいでごめんねっていうの。やだなやだな。え、例えばじゃあパン屋さんでアンパンが売り切れだったとするじゃん。で彼女がアンパン食べたかった、俺のせいでごめんね神でしょそれ。俺のせいでパンがなくてごめんね。そういうことなのそれ。マジか。そうなんだ。じゃあみんな俺のせいでごめんね神羅万象起こるも全て俺のせいなんだ。しょうがないよね。まあ多分でも本当はそう言ってほしいんだろうね。本当はね。まあショックはショックなんだけどね。あ、そっか、それは洗濯物畳むバージョンだったんだ。何が？あの、補修終わりバージョンだったんだ。そうだよ。佐野はでも言わないじゃん、俺のせいでごめんなって言わないじゃん
佐野は全て人のせいにするよね。まあ人間関係は難しいよね。なんかでもその人がね傷ついちゃったのは良くないなと思うな。なんかね嫌だよね。だから悪口はあんまり良くないんだよ。あんまりつが絶対良くないよね。悪口は言わないようにすげえ気をつけてるから誰か傷つくからね。おい、みすけはどつ？なんか関係性があったとしても悪口は 言ったらダメだと思うもん。特に陰口だよね。よくないね。みんなで楽しく過ごすのが一番いいのにな。はあ、全然いいよいいよ、もちろんだよ、もちろんだよ。面と向かって言うのってすごく正しいんだよ。なんかさ、前から話してるけどさ、インターネットで正論とかなんか本音でってよく言うけど、人間ってさ、どんな生き方をしてどんなことをやってきて、その上で相手との人間関係があって、その上で何を言うのかっていうのが大事なわけじゃん。もう私はこういう生き方をしてます、あなたはこういう生き方をしてます、その上で私はこう思いますっていうのは全然悪口だとは思わない。でこうしてみたらいいんじゃないか、私はこうしようと思ってるってすごく大事なことだと思うし、それが俺はコミュニケーションだと思ってるのね。だけど名前も隠す、自分の生き方も隠す、顔も見せません、だけど私は正しいことを言いますってさ、これってさ響かないし、結局そのなんていうのかな、誰が言ってるのかっていう情報を担保しない限り、なんて言えばいいんだろう、愚痴になっちゃうんだよね。だからそこはやっぱ気をつけないといけないのかなって思うかな。だからネットの掲示板に何かを書き込むっていうことをやったことがないから、多分自分の中でそこが欠如してるのかな。なんか社会で生きてて顔をさらしたら言えないことを本音として書いちゃうっていう文化っていうのは危ないと思うけどな。だってそれってさ、誰も救われないじゃん。誰も救われないんだよ。自分も救われないし、見る人も救われないじゃん。だからね、どうなんだろうね。だからサブアカ使う人とかもそうだよね。フォローありがとう。自分が何か行動をしたりとか、何かこう書き込んだり、こう発言したりっていうのは、自分を担保にするから影響力があるわけだからね。難しいところだよな。だからこの前もさ、面白いこと言われて、アンチの人がね、ああだこうだ書いてて、でめちゃくちゃなこと書いてるからスルーしてたの。でその時にさ、逃げるんですかって言うのよ。私の質問から逃げないでくださいって。で俺はずっと最初の5問ぐらいは答えてたんだけど、話聞かない人だったからスルーし始めたら、逃げないでくださいって言うから、じゃあいいよって、電話かけてきなって、和道さんは後ろめたいことがあるからスルーするんだって言うから、いいよ電話かけてきなって、全部の質問に答えてあげるよって言ったら、電話かけられません、嫌ですって言う。で後ろめたいことがあるのは私じゃなくてあなたなんじゃないですかって、
私は声を聞かれても自分の意見をちゃんと言えますよって。でもあなたは私に、私もしくはリスナーさんに声を聞かれると何かまずいことがあるんですよねってことはさ、自分の発言、今コメント欄で書いてることっていうのが自分を担保にすると喋れないことだって本人は言ってるわけじゃん。だから結局言葉ってブーメランでさ、後ろめたいことがあるから何か発言ができないっていうのは自分なんだよねだから俺にそれをぶつけちゃうっていうのはあるんだよな。だからそのコメント欄とかの見方が最近変わってきてさ、大体その人を反映してる言葉なんだよね、投影してる言葉っていうか、俺に向かって言ってるようで実はね自分の内面を深く投影してるんだよ。自分の中にある和道みたいなものをすごく見てるから、結局自分がどうしてもチラチラ映っちゃうんだよね。だからコメント欄見ると大体どういう人なのか分かるよ。分かる。優しい人は優しい言葉を投げかけるし、俺がどうか、俺が優しいか俺がどういう人間かじゃなくて、その人自身がよく見える。もちろんそのコメント欄の中に自分を投影することもできるよ、その自分の放送の発言とかも含めてだけど、結局ね自分がどういう人間かでどういう発言をするのかっていうのが結局わかるよね。ネットの匿名性が広まる以前には、臆病者が持っている希少な意見が埋もれてしまった時代もあったわけで。うん、いや同じことだよ。知らんけど全く同じことを言ってて、埋もれてる意見があってって言うじゃん。ネットの掲示板も埋もれてるじゃん。だから民意が獲得できてないわけだ。つまりそれらを救うツールにはなってないっていうことかな。その人たちを救うツールにはなってなくて、もっと現状を複雑化させるツールになっちゃってるんだよ。つまりね、これね、ネットが世界を変えたとかいう問題じゃなくて、突き詰めると個人の問題は解消されてないっていうところかな。なんとなくその結局その友達たちは何かに逃げてたわけだけど、ネットの匿名掲示板っていうところに希望を見出したけど、結局多分彼ら変わってないんだよ。もっと根本的な問題で、そのコミュニケーションの取り方とかを覚えていかないと、結局それのループにはまっていくんだよね。と俺は感じちゃうかな。ネット依存で、こう誰か都合のいい宿主を探していくっていう感じのゲームに変わっていくから難しい。なんか正論なんて誰も求めてないんだよ多分。正しいことなんか誰でも求めてなくて、正しい人、正しい事実っていうのかな、事実みたいなものが必要なんだよね多分。なんか今まさにその言葉に一番とらわれてる時代だと思うよ。言葉とか思想っていうのかな、なんか
特に簡単に手に入るからね、言葉っていう情報が。だからこう有益な情報を得たい、個人の欲求は満たされてないけど社会や企業からのリサーチツールとしては価値があるんだよな。それはそうでしょ。ビッグデータ、上層にある部分はいつもそうだよ。それはネットがない頃からそうじゃん。あー、今は考えてないけど先々のこと考えたいとこうか。それはそうだよ、ビッグデータってやつ。いやだってできればさ、関わった人を幸せになってもらいたいもんな。それ本心だよ。出会った人とかさ、関わってる人がうまくいったら嬉しいもんね。それが一番嬉しくない？あれ、なんか黄色いな画面。なんでだ、西日か。それはね、みんながうまくいった方が嬉しいっすよ。あとそのこのケースの場合って女性に多いんだよ、圧倒的に。で、女性と男性の違いっていうのもすごい考えて、俺は男性じゃん。で、女性は質問をするときに答えは求めてないわけですよ。あの、ちょっとトイレ行ってきたからその話していい？男と女の違いみたいな。トイレ行ってくるね。
えばさ、その女性と男性の違いですごく面白いところなんだけど、これどっちがいいとかどっちが優れてるとかそういうことではなくて性質の問題ね。例えば男性っていうのは答え、質問をされたら質問の答えを出そうとする生き物なのよ。それが問題解決になるから。で、女性っていうのはそうじゃないっていう話なんだけど、例えば片親の家庭、母子家庭、父子家庭って問題あるじゃんっていう話題になったっしょ。母子家庭、父子家庭っていうのは子供にとって良くない家庭ですよ、子供にとって良くないよね将来的にっていう話題をした時に、父子家庭のお父さんとはこの会話ってできるのよ。お父さんが娘を育てていて奥さんがいない場合、母子家庭っていう家庭には問題がありますよねって言ったら、そうですねって、やっぱり女手の人がいないと寂しい思いを子供にさせてしまいますし、経済的にも将来的にもうんぬんかんぬんって話が進んでいくの。ここまで理解できる。だけど母子家庭のお母さんに、片親家庭の話って問題ありますよねって言った時、間違いなくお母さんはなんて答えると思う？いや、そんなことないって答えるの。私の家は幸せですっていう議論に変わるわけよ。ここが多分男性と女性の脳の違いなのよ。要はね、全部主観で聞こえるんだよ、女性で。その母子家庭の俺の母親は母子家庭だけど、そういう母親だったからすごい分かるのよ。分かる？そのこの話分かる？理解できる人いる？なんかそのなんていうのかな、その問題そのものを定義するんじゃなくて全部主観に変わるから、だから確実に言うんだよね、母子家庭のお母さんの場合だと。いや、うちの子は幸せですって。でもそんなわけがないじゃん、そんなわけがないんだよ。だからね、多分この問題、そうなんだよね。女性がしてもらいたいことっていうのは共感なんだよね。要は話を聞いてもらいたいんだよね。これは難しいよね。どうしたと座れると何、うん、何なんでそこに立ってんの？いや、わかんない、うん、そうなんだよね、うん、難しいよな。だからね、これ何を指すのかっていうと、正しいことや間違ってることを判断することよりも、私の意見分かってもらえますかっていうところに全てのステータスを振ってるわけよ。つまりこれって危なくて、私の考えや世界の考えとか世界の理屈ではなく、私の考えに共感してくれる人が正義っていうロジックなわけだ。結構危ないロジックだよねこれ、うん、結構危ないロジックだと思うな。主観で物事を判断してしまうっていうね。
はい、うちはありがとう、ワード2。アイテムありがとう。サンキュー。結婚のご予定ですか？どうだろうな、結婚か。結婚か。結婚したいね。予定、結婚ってどういうタイミングでどうするものなのかわかんない。結婚した人はどんな感じでどうなっていくのかがわかんないからな。ちょっとわかんないっすね。勝手に結婚システムとかあったらいいんだけどね。自分でやっぱこうやって感じなのかな。結婚のシステムちょっと難しいですね。なんだっけ、同棲3年だっけ、すると事実婚扱いになるんだっけ。なんて言うんだろう、そういうんじゃなくて、その なんて言えばいいのかな。なんか難しいな。タイミングでどういう風にするもんなのかが分かんないから全く今まで向き合ってこなかった問題だから、自分の人生から切り離してた問題だから、どうしたらいいんだろう。どういう風にどうなるのかが全く分からない。事実婚も増えてるんだろうね。どういうもんなんですかね。どういうもんなんだろう。何が正解なんだろう。あー、なんかお母さんのあれだな、クラブハウスサウンド食いたいな。
誕生日にすると記念日が一つです。え、ばらかした方が良くない？俺逆なんだけど、なんか記念日、ね、年中記念日にしたいからバラバラにしたい感じだけどな。逆逆、なんか毎日記念日の方がいいじゃん。記念日全然覚えてないけど、俺意外とロマンチストだから。どうでもいいか。全く覚えてないごめん、全く覚えてない。なんか猫マン誕生日忘れてる。7月の？え、いいよ覚えてないんだったら覚える必要ない。俺の誕生日は？おつついらっしゃい。ピスタチオうまくない？ピスタチオすげえ好き。おいしいよね。
ナッツ系好きだわ。ナッツいいよね。ケピありがとう。甘露飴？甘露飴ってどんなやつだろう。二日酔い酒で治るわけじゃないじゃん。絶対やだ、向かい酒とか。絶対やだわ。KP アイテムでも見たくない。どういうこと、どういうこと。え、何が何が。見たくない状況。 KP アイテム、
ごめん。わかんない。どういうこと？何を見るってこと？KP アイテムでも見たくない状況ですか？何よ。え、ごめんごめん。俺二日酔いは昨日二日酔いだったの。今は二日酔いじゃない。二日酔いだったのは昨日。ああ、やっと意味が分かった。あの、お酒だからってことね。はいはいはい。意味がようやく分かった。なるほどなるほど。ごめんね。あ、やっと意味が分かった。お酒だから、乾杯だからってことね。ごめんごめんごめん。アスペが冗談が通じないっていうのがよく分かるよね。能力欠陥なんです。すいません。申し訳ない。ピスタチオ全部食べたら怒る。猫まピスタチオ全部食べたら怒る。いいの？いや、なんでその冷たいの？どうしたんだろう。いや、悪いのかな。下界の神、下界の神、神様一人だけだよ。和道さんにハマってるものです。おい、ちゃんちゃんブーいらっしゃい。あー、綾乃ちゃんがってことね。門を叩いたのは君だよ。用はないって。門を叩いたのはあなたでしょ。見れないんだ。
また見れるときおいで。見れるときにおいで。下界はだから4層とかじゃないの。人間がさらに下の階層もあると思うけど、要は神が寄ってる下界天界っていう上層階とかそういうのは、うん、またおいでっていうのは、うん、あると思うよ。あー、花火ありがとう。風船もありがとうね。だから、なんて言えばいいのかな。同じ世界に生きてるようで、俺らは同じ世界に生きてるようで、全く別の世界で生きてるってことだよ。仮想の層にいる人は上層が見えない。上層から仮想は見ることはできるけど、タッチすると落ちるから、そこに触れると落ちるから、な、上層同士で交流を深める。ナイス花火。なんかそれはオカルトの話じゃないよ全然。こういう話するとオカルトとかスピリチュアルって言われるけど、俺が最近話してるってことは現実世界で起こってることだよ。俺もオカルトだと思ってたけど、ずっとそんなのないと思ってたけど、あったんだな。この世は不思議ですよ。
いやいや、オカルトじゃない。あのね、そもそもみんなが考えてる時間っていうのと俺らが考えてる時間って違うのよ。本来は時間なんてものはないの。多分もう遠くない未来に解明されると思うよ。時間は存在しない。みんなが思ってるような時間は存在しないっていう感じかな。時間そのものが何なのかっていうと、観測者からの目線なんだよ。客観性なの、運動ので。時間っていうのは動いてる、観測しているもののスピードとスピードが変わると時間って変わるじゃん。だから物理学者が言う時間が正しい。俺らが体内時計に持ってる時間感覚っていうのは間違ってる。その2つは分けないといけないよね。タイムトラベルなんか全然できるよ。みんなが思ってる方のタイムトラベルはできるけど、それは一つのパラレルワールドに干渉するだけだから。言葉にすると難しいけど、今が無限にあるっていうのは理解できる。今は1個しかないって考えてるじゃん、みんなは。本当は今が無限にあるのね。その無限を感じ取ることができるようになると時間はないっていうのが分かる。世界を作ってるのは自分なんだよ。
ピスタチオだね。今日はワドかな。今日ワド監督だね。神様は眠ってる。お酒飲んじゃったから戻ってきたね。今日はしないかな。今日はしない。酒飲みすぎはダメだね。一杯だけ二杯だけだね。飲みすぎても二杯だな。ではいかん。
酒は悪魔の飲み物だな。酒を作ったのは確実に人間だな。どうもこんにちは、来てくれてありがとう。酒、そう、全てそうだよ。全て適量だったら薬になるし、オーバーに入れたら毒になるし、適量を知るっていうことが大事だよね。全てにおけることだね。初見さんいらっしゃい。ハイボールね、美味しいね。あ、ウイスキー嫌いだったんだ。お酒はね、もう抜けてるよ、大丈夫。昨日がね、二日酔いだった感じだね。昨日二日酔いで、今はお酒完全に抜けてる。大丈夫だよ。ありがとう。うん、文章難しいよね。文章難しい。ボトルか。あんまり飲みすぎ気をつけてね。1杯2杯がいいよ。二日酔い地獄だね。記憶飛んだよ。記憶飛んだ。いや、もういいかな。しばらくお酒はいいや。つらい。1杯2杯楽しく飲むんだったらいいけど、
飲みすぎは良くないね。今で荒れたもんな。インディコチルドレンっていうのは何なんだろうな。今調べてみるね。インディコチルドレンっていう言葉があるの。インディコチルドレンはニューエイジの概念であり、特別に変わった特徴を持つ、時には超自然的な能力を子供たちのことである。ああ、いるだろうね。いると思うよ。うん、いるいる、全然いるよ。アスペルガーとか発達障害とか ADHD とかまさにそうでしょ。うん、懐かしいね。特別な能力を持った子供たちいっぱいいるよ。俺はね、暴れたりしない。カラオケでね、倒れて自分で吐いて、で気がついたらタクシーで帰ってきてた。猫間さんが解放してくれた。優しいからね。ユータンとは分かんないな。ユータンとは分かんない、ごめんね。ミュータンとは会ったことないね、まだね。倒れたね。の炭酸3本は飲みすぎかな。ちょっと6杯7杯ぐらい、ちょっと飲みすぎかな。心配になるね。あー、辛いね、辛いね。子供の頃は世界の国旗を覚えてる人もいる。記憶の仕方が幼少期は違う。っていうか、まず記憶を持ってないっていうところが子供の素晴らしいところかな。記憶を持っちゃうから世界の見方が限定的になっていく。要は世界が固まっていっちゃうのね。だから子供の頃っていうのは世界がまだできてないから、記憶がないから、だからそのなんていうんだろう、不思議なものが見えたりとか、まあまあ不思議でも何でもないんだけど、世界が正しく見えてるのは子供の方だね。大人になればなるほど世界が決まっていっちゃうっていう、固定化されていくんだよね。だから子供に何を伝えるのか、何を教えるのか、すごい大事だよ。はい、バッサさんまたね。バッサさんまたね。吸収が早いのはそうだよ。だって何も書かれてないものに何を書くのかと、何かが書かれてる上に何を書くのかでは世界が変わっちゃうでしょ。要は真っ白なキャンパスに線を一本引くだけで線だってわかるけれども、いろんなものが書かれてる状態に線一本引いても線が埋もれちゃうでしょ。で世界に影響を与えないでしょ。そういうことだね。だから初めにどんな線を引くのかっていうのはすごい大事なことなんだよね。その線は無限の可能性を秘めてるから。もう世界も同じね。何も書かれてない。だから何も見えないし何も聞こえないわけだよ。生まれた赤ちゃんっていうのは。だから何を見せてあげるのかによってその子の未来が変わるよね。何を教えてあげるのか、何を見せてあげるのか。
あ、ハートありがとう。病院行く？煩悩を知らない最強の幼少期に戻りたい。戻れるよ、こだわりを捨てれば。人はこうであるべきだと、これにこうにで違いないっていう先入観を持って日常を過ごしてる。だから世界の見え方っていうのがこう固まっていってしまうというか、それらを一個一個捨てていけば子供の頃に戻れるよ。生きづらくはなるかもしれないけどね。風船ありがとう。彩乃ちゃんいつもありがとね。先入観を捨ててまっすぐありのままの世界を見ればいい。すげえ綺麗だよ。あの映像としてもすごい綺麗だよ。KP ありがとう。彩乃ちゃんいつもありがとう。嬉しいよ。もうすぐこいつも完成するよ。なんか寂しいんだよね。ずっと削ってたから。病院頑張ってね。ありがとね、いつも。いってらっしゃい。うん、また来て。ありがとう。ありがとね。
からブツブツしなくなりました。ワドさんありがとう。あ、宿も使ってんの、いいね。宿もいいよね。こちらこそすっきりするよね。宿もハマるよね。ドンキホーテ買ったのかな。スカラベさん、アマゾンです。アマゾンで買ったんだ。ヤードもハマるよ。もう俺オリジナルでアロマオイル垂らしてるもん。いいよね。100円ぐらいで売ってくれたらいいのにな。目の下にも塗りました。目の下にも塗ったんだ。夏場とか最高だよ、ビアードも。
ハルシオンさんいらっしゃい。どうもこんにちは。飲んでるな、飲んでるな。あ、ライティングはすごいですよ。勉強になりますよ。ライティングで検索するといろんな情報出てくるから、もしなんかそういうの興味ある人、写真とか映像やってる人はライティング勉強するのすごくいいと思う。表情が全然変わるから、ライトがどの位置にあるのかで。ライティング大事だね。
ありがとう、ありがとう。あ、するするするよ、うん、するよ。お酒飲んだら二日酔いになるよ。しこったりもするの。しこったりもするよ。何でもするよ。状況ちょっと許可局さんやばわらわらわら。うん。マクドナルドも食べるよ、神様は。本当はあんまり食べない方がいいんだけどね。月見バーガー食べるよ。どうやって、みんなと一緒だよ。みんなと一緒だよ。
わらわら。おかずとかは特にないかな。皆さん、猫まちゃんはオナニーするの？猫まちゃんもオナニーするよ。うん。一人でこの部屋でするよ。皆さん見たことある？見たことはないな。え、朝起きたらあのマシーンが枕元に置いてあるから。相島隆一郎さんはどつ？はい、はどつ。みなさん、かわいい猫まちゃんわら。子供になるかな。手が7本ぐらい生えてるんだろうね、多分ね。すごい作品だな。なんか自分で自分の作品褒めるのもあれだけど、すごくいいよ。
すごくいい。こんなの見たことないよ。すげえなこれ。よく作ったわこんなん。ミニ四駆ない、これはね、シルバーアクセサリーのアートだね。アートの作品だね、これは。ミニ四駆ないよ。アートの作品ですね。こんな感じです。別に二人に なったりするタイプじゃなかったから。さっさんさん、就活はどうしたんですか。三十も過ぎたいい大人が生活保護で無職で毎日遊び回ってどれだけまずい状況か分かってますか。出た。就活はどうしたんですか。税出た。あね、リスナーさんからアイテムもらって生活してるんで大丈夫ですよ。
クさん最近全然出てこなくなっちゃった。そう ね前開けたら出てきたのにね。用紙ある？なんか書く。用紙。うん。いいよいいよ。ないな。使えるやつだ。シルバーの仕上げはイブシですかムクですか。イブシですね。ムクはちょっとないかな。何が違うのイブシとムク。あ、まあ普通のみんなが思ってるのがイブシかな。ムクは白っぽい感じ。筆持ってるから。楽しみだな。
楽しみだね。これはすごい超大作だからね。もちろんもちろん完成個展でね発表するし、あのちゃんとリスナーさんにももちろん伝えますよ。今まで応援してくれてたんだから、もちろんもちろん見せますよ。みんなでやってきたじゃん、今までずっとみんなでやってきたのに、そんな急にそんなことしないよ。見せますよ。トリップ？Thank you.
芸術ね、誰でもできるよ。俺も絵が描けないと思って諦めてたけど、俺には写真があったからね。できないなんてないよ。みんなできるよ。そしたら芸術家を応援すればいいんだよ。自分ができる形で。一緒に作品の参加者になればいい。アートに参加するっていうのもまた一つの芸術だからね。見る人がいる、愛する人がいるから芸術は成り立つわけだから。部屋に絵を飾るのもまたアートなんだよ。猫間の力大だよ。猫間のおかげで結構そのね、デザフェスも知れたし、俺も作家として頑張ろうって。だって猫間俺食えてないのに、ずっとシルバーと写真だけはやめないでってずっと言い続けてくれてんだよ猫間は。どんなに叩かれてても、いや写真やってって。嬉しいよ。俺のこと信じてくれてんの猫マ、嬉しいよね。写真ね、ずっと応援してるよと、応援し続けてくれてるもんね。いいパートナーありがとう。最高のパートナーでしょ。写真もたくさん買ってくれる人がいて嬉しいよ。
はい、岩田つ。おお、京さんいらっしゃい。どうもどうも。アイテムありがとね。マジだ。なんか今欲しいライト、本当は家の中に欲しいライトがあって、あの携帯のスマホのリモコンで押すと全色どんな色にもなるっていう照明があるんだよね。佐藤さんがねそれ使ってるんだけど、佐藤さんの家だから紫ってピッて押すと部屋全部が紫になったりとか、リビングだけ赤とかやるとピッてやると赤になる。高いんだよね、電球1個1万円つったっけ。そうLED ですごくいいライトなんだけど、そのライト自体にもうそのいろんな LED が組み込まれてて、アプリ一つで全部好きな色にできるの。それも1色2色とかじゃなくて、あのグラデーションの中で全部選べんので、デフォルトで設定しておくのよ。自分の好きな色をこうやって作って、アプリで このライトはこの色この色ってやって、でそうするともうなんていうの、保存しておくと、そうピッて押すと、今日例えば瞑想する時のライトとか、なんかムーディーなライトとか設定しておくと、その色に一瞬で切り替わるっていう。ブルー、紫がかったブルーが好きですね僕は。ブルーはなんか海の、あそうだごめんね、ごめん思い出したわ、水族館行く約束してたね、うん、ごめん言ってよ、今思い出した。え、何時までやってる水族館。ごめんね猫ま、忘れ、今思い出したよ。猫まちゃんのね、今日水族館行く約束してたんだ。
写真っていうのはもともと光で絵を描くっていうアートだからね。光でどうやって絵を描くのかっていう、まあ、ストリートスナップとかは違うけど、もともとは光で描く絵って言われてんだよ写真は。すごいね、大切に育てたんだね。15年はすごいね、長生きだな、それはすごいわ。大切に育てたんだね。すげえな、すごいね。裏がね、奥の方がこうブルーにしてあるからね、あそこのライト、あそこの右奥のライトね、コマの頭の上のライトがブルーになってんの。で、あそこのカーテンが遮光カーテンになってるから、あそこを閉めると部屋が後ろがブルーになるっていう、そういう作りだね。LED そんな変わんないよ。つけたり消したりを激しくすると電気代高くなるけど。お経の CD さん、青は落ち着き、赤は激動みたいなイメージなのかな。赤はそうだね、戦う本能だから、もともと狩りとか血の色だからね。だからこう闘争心とか煽るときは赤とかがすごくいいね。ブルーは海とか空とかの、なんていうのかな、生命そのものの色だから、落ち着いたり安らいだりするときはブルーいいね。お経の CD さん、トマちゃん、お猫マネ、今コメント見えてないよ、ありがとう。なんて猫マちゃん、お疲れって、ありがとう。一番よく言われたのはピンクがそのなエッチをする時の色だよね。ムードを駆り立てる。飲食店とかは逆にオレンジとか黄色とかの色を使うね。あのなんかご飯が美味しく見える色だから。電球使ってるところ多いでしょ。お経の CD さん、杉吉原的世界、悪くないわら。杉吉原よ。まあ、これでもね、映像の端くれ、映画監督の端くれですから、絵作りはこだわってますよ。
ああ、ありがとう、かおりん。ありがとうね。サンキュー。アイテムナイス。このハメ撮り2本ぐらいかな。2本ぐらいですかね。芸術的だよね。何が芸術的だよ。状況ちょっと許可局さん撮ってたのかわらわらわら。撮ってたっていうか、初めてヌードを撮ったのが猫まちゃんだからね。まだ付き合う前に、そう、ちょっと萌えなシチュエーションだったね。なんかこうベッドで写真を撮ってたら、お経の CD さん、日本橋の金魚のアートアクアリウムをプロデュースしてる人めっちゃ儲かってるらしいからね、いやらしい話。なんか猫まちゃんと、猫まちゃんが初めて俺の家に来た時に、2人でお酒飲んでて酔っ払ってて、でカメラが置いてあったから、まあ写真やってるんだよねっていう話、撮ってもいいっつって猫まちゃん撮ってたら、猫まちゃんが脱ぎ始めたから俺がカメラを置いたのね。そしたら猫まの一言かっこいいよね、撮らないのって。すごく良くない？撮らないの？いいでしょ。俺のヌード童貞は猫間に奪われてるからね。いや、アーティストとしてね。嘘つけよ。なんだよ。嘘ついてんだよ。なんだよ。何いや、嘘つけよ。何がヌード童貞だよ。何違う違う。作家、あれはアートだから、猫のちゃんの裸は。何異議申し立て。いや、嘘つけよ。何が普通に今、クラウドで残ってんだろ。何が元カノと元々カノの、あの、ハメ撮り普通に残ってっから、ね。気をつけろよ。あ、気をつけろよ。元々カノ、違う。いや、俺はそういう。まだ残ってるぞ。クラウドで保存してるぞ、こいつ。やめなさいよ、本当に。本当に下品。うん。アーティストだからね。違う。あれはスナップだから。いや、まあ、女性的観点で言うと消したれよ。お前だって元旦那のチンコの写真いっぱい残してた。いやもう消したから全部。消したから全部。分かった。そう、消したれよ。いや、消そう。消してあげて。消そう。マジで。消してあげよ、うん。本当にそう。普通にちょっとかわいそうだから。分かる。消してあげよ。消そう。アートだからね。入ったね。いや、でもあれだよね、確か日本の神様とかって結構変態だよね。日本の神様もめちゃくちゃだよ、めちゃくちゃ、そう。あ、日本だけじゃないか。神様って意外と変態だよ。変態だよ。なんかエピソード見てるとなんか面白いよ。うん。近親相関とかすごいからね。ああ、もうやばいよね。やばいよ。
うん、神様変態だよこれ、ね、なんかお腹空いてきたな。お腹空いてきた。うん。なんかパンでなんかサンドイッチかなんか作ったよ。パンないよ。パンないか。ご飯食べたからご飯食べてよ。いやなんかパンクラブハウスサンドすげえうまかったからパン食いて。ご飯は夜猫間のお母さんと食べるけど。最高の変態プレイは猫まちゃんだね。猫まちゃんだねっていう猫まちゃんが変態プレイのなんか名前みたいな感じになってるけど違うでしょ。どういうプレイですかって。いやプレイ内容はほら猫まちゃんがいるから言えないよね。いやいいでしょ。いやあんまり僕は言えるけどね。あんまりセックスほら自分のことだったらいいけど、うん、ほら相手がいることはあんまり言いたくないんだよ。僕別に猫まが言う分には構わないけど。ああいいんだ。そう言われるさらされる分にはほら慣れてるじゃん職業柄。そうだね。それは全然いいんだけどほらやっぱそのマナーじゃん、うん、そのエッチなことを言うときは。そんなでもわずちゃん変態なプレイしてないよね。そう、うんうん、僕は変態で、うん、猫まは超変態だよね。ちゃん足舐められるんですよ、ね、好きだね。あと全然すごいあれだ、ね、あれなんだけど、うん、この間めちゃめちゃ乳首押してきてあれちょっと痛かった、うん、どういうことか分かんなかった。謎だったもん。痛いキューって押してきて痛いの好きかなと違う違う痛いの好きそうだなと思って乳首重い普通に痛いよ。そういやなんか引っ張る分には分かるけどなんでこっち乳首押すの。いやほら引っ張るってありきたりだから、うん、乳首思いっきり押してやった。なんで分かんない。そういう気分だった。普通に痛くて酔っ払ってたから酔っ払ってたからね、うん、痛いっつってたもん。痛いって。サンドイッチ食べたいよね、ごま。うん。卵とベーコンとケチャップとマヨネーズのオーロラソースで。うん。いいんじゃない。買ってこようかな。いいんじゃない。うん。卵、ベーコン。え、お母さん。わ、びっくりした。もう帰ってきたの。そんな時間。どっか行く？図書館行こうかな。ああ。一見興味がない。一人で行く。いや、一人で行く。ああ、夜勤行ってくる？行ってらっしゃい。ありがとうね、来てくれて。行ってらっしゃい、頑張ってね。腹すいたな。
なんかマフィン買ってきて卵とベーコンとで。すいたなぁ。エビセンだよ。エビセン？おぉ、いや、お菓子じゃなくてね、なんかパンが食いたいんだよ。買い物行こうかな。買ってきてまいりましょうか。ええ、一緒に行く一緒に行く。なんで？どうするの？いや、俺も外出たいから、太陽浴びてないから。クロワッサン美味しいね。わかる。クロワッサンって神の食べ物じゃない、マジで。うますぎて死なない。クロワッサンすごいね。いや、ほんとうまいよね。パリパリ、ふわふわさ。そう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 。しかもめちゃめちゃあれ、すごい手間かかるんだよね。あ、そうなの？そう、あれだから、生地と、なんかそう、バターをもう、重ねて、重ねていく。で、巻くんだ。そうそうそう。何みたいな感じ。そう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 。まぁ、あ、ちょっとじゃあ俺ご飯タイムで行ってくるわ。